皆さんどうもよろしくお願いします。OTK です。ということで、今日もね、新13回目やっていきたいと思います。ではまあ、トークから、次の章行きましょう。本日はもうお休みになられますか？なられます。おやすみなさいませ。うん、おやすみメリーちゃん、かわいいな。やっぱ君は。第2章、森の市民男、カン。来ましたね。トロフィー獲得ありがとうございます。で、3章目。うん。森の市民男の調査から3日が経った。マスタとショーは立ち去り、自分とクリスティだけが館に残った。あれから新たな知る人は訪れず、カイユに関する新しい情報もない。死の足音はゆっくりと近づいてくる。きついな、それも。お疲れ様です。リュウ様にクリスティ様、お疲れ様です。何か手がかりは得られましたか？いや、めぼしいものはなかった。期待してたんだがな。さようですか。セア様の主催になら何かあると思ったのですが。先ほどまで自分とクリスティは、クリオ・サヤの書斎を調べていた。そこに数百冊にも及ぶ、専門書の山と、彼女の書いたレポートの束があった。気の遠くなる思いで、それらに目を通したが、挙動に終わってしまった。心霊療法に関するものばかりで、肝心の印に関するものはなかった。あのね、リュウさん。このまま苦情感を調べてても仕方がないと思わなくて、何か他に当てがあるのか。まあね、あなた H 神社の話は覚えてる？覚えてる。大丈夫？俺のイントネーション。そうよね、さすがに覚えてるわよね。私ね、考えてみたんだけど、その H 神社と会って関係あるんじゃないかしら。ほら、俺の住み男の手帳にあったでしょ。樹海でおかしなことが多いのは H 神社のタタリに違いないって。まさか、怪異や印もタタリのせいだというのか？その可能性はあるんじゃない？古今東西の怪談や神話でも、神仏のタタリで災いが起きるケースは多いでしょ。調べてみる価値はあると思うけど。そうかもしれない。さすがリュウさんね、理解が早くて助かるわ。クリスティは自信満々だ。気の弱っていた3日前に比べると随分と元気になったものだ。これが有名キャスターだった有村クリスティの本来の姿なのかもしれない。そういうわけでね、メリーさん、一度 H 神社に行ってみたいんだけど構わないかしら。そうですね、 H 城樹海に忌まわしい噂が多々あるのは事実でございます。もしその原因が H 神社なら、そこに何か手がかりがあるかもしれません。だが手がかりといってもな、それが霊的なものだったりしたら、普通の人間に気づけるのか？自分もクリスティも霊能力者ではない。どんどんそれでしたら、このメリーも H 神社へ連れて行ってもらえませんか？私なら霊的な気配に気づくことができるかと思いますので。それに、H 神社をご案内することもできます。あの神社のことを知っているのか？はい、実は、H 神社は、もともと九条家の氏神様なのです。なんだっけ？長年にわたり、九条家代々の当主の手で、祀られてきたのでございますが、次の戦争が終わった後、訳あって、祭祀が途絶えてしまいました。今はどうなっているかと。私も九条家に使えるものとして気になります。だがお前を連れていくということは、俺が抱えていくことになるのか？私は歩くことができない以上、そうなりますね。龍様にはお手数をおかけいたしますよね。行き先は、草木を生い茂る深夜の誓いだ。右を抱えて神社まで歩くことを考えると気が重くなる。出発前から疲れた顔しないでちょうだい。それで会議のヒントを得られるなら安いものでしょう。確かにそうかもしれない。メリーも乗り気のようだし、腹をくくるしかなさそうだ。よし、H 城樹海へ向かおうとしよう。
行くの？マジで？今こいつしか同行しています。あ、大丈夫。なら行きましょう。行くしかない。これは行くしかない。こうなってる。出発前、メリーを後部座席に積み込んだ。見た目の大きさほど重くなかったのは幸いだ。抱えて樹海を歩くのもなんとかなりそうだ。そうか。そういえばリュウさん、あそこの棚にあるファイルってもう調べた？え？クリスティが部屋の右端にあるファイルの詰まった棚を指さした。いや、館の中はあらかた調べた。ガレージはまだ調べてないな。あら、そう。クリスティがファイルを手に取ると、パラパラとページを見る。これは犯罪記事のスクラップね。イーチ市と周辺の町であった事件が片っ端からスクラップされてるわ。九条さやさん、犯罪に興味があったのかしら。印に関係ありそうなことは？それはないんじゃないかしら。ここにあるのは昔の事件ばかりだもの。日付が新しいものでも5年前だし。クリスティのファイルを元の場所へ戻した。じゃあそろそろ出発しましょうか。いや、それなんか関係あるんじゃないんですかね。マジで思ったんやけど。どうなることやら。この先ね。栄一城次会の入り口に停車すると、メリーを抱えて奥へ進んでいく。やがて見慣れたアーチへとたどり着いた。慣れたもんやね。殺す。まだまだ先は長い。人形を抱えた中年の男性か。今のあなたを誰かが見たら、次会にまつわる階段が一つ増えそうね。確かに。ご迷惑をおかけしているようで、申し訳ありません。上の中に抱えられたメリーは、こちらの顔をじっと見つめてきた。かわいい！マジかわいい！やばす。やばす。マジでやばす。伝統に照らされた肌と髪が、怪しく浮かび上がっている。外に出るのは久々でございます。それも立派な殿方の腕に抱かれてハイキングとは、なかなか貴重な体験でございますね。いつも通りの淡々とした声だが、もしかして楽しんでいたりするのだろうか。しかし噂通りでございますね。この時間には死者の音叉や、炎叉か。うん。知ってる。これは知ってる。炎叉っていうのは。いや、呪詛が満ちております。それらを邪気となって淀み、聖者の心を狂わせるほどです。このような汚れたちならば、怪異が生まれるのも理解ができます。それもすべて元をたどれば、たたりのせいに違いないわ。ほら、早く神社へ向かうわよ。え？あ、そうか。森の神男のやつは亡くなったから行けるのかな。特に何事もなく古い鳥居の前まではたどり着いた。しばらく様子を伺ってみたが、蜂の巣から何か現れそうな気配はない。蜂たちはその中で眠っているようだ。え？森の神男は亡くなったせいでございましょうね。栄一神社はあちらの石段の上にございます。メリーに促され鳥居の方へと進む。その時、小さな黒い影が足元へ飛び出した。あの黒いウサギだった。ふむ、これが竜様のご報告にあったウサギでした。まことに可愛らしいございますね。ウサギは、ひょいとこちらを見上げ、自分とメリーを見つめている。ウサギは神社の方へと消えていった。一体何だったのかしらね。メリーさん、あなたはどう思う？奇妙な気配を感じました。あのウサギは何かの例に拒否されているようですね。絶対九条さややろ。あいつも怪異だったというわけか。さようでございます。印を刻むやからほどの力はございませんが、正体はわかりませんので、くれぐれも油断なくように。消えたウサギの鍵を追うように、鳥居をくぐり石段を登った。石段だね。どっちかわからんけど。石段の先には荒れ地が広がっていた。古びた社しかないようだが、ここが栄一神社なのだろうか。随分と荒れ果てておりますね。さっきの戦争から50年と少々、やむを得ませんか。さっきの黒いウサギはいなみたいね。錆びれた神社って気味があるわ。こんな場所に長い無用よ。さっさと調べてみましょう。調べてみましょう。おい！木造の古い社だ。ご神体らしき？らしい古い鏡はすっかりと曇っている。
長い間手入れがされていないのは本当のようね。念のため、社の中も調べてみたが、埃が積もっているだけだった。ご神体が外に出てて、中は空っぽか。ちょっと気になるわね。ゴツゴツとした岩の上に、切れた締め縄が垂れている。これはやっぱり岩倉なのかしら。よかった今の読み方はって。岩倉？古神堂で神様が降りてくるとされた神聖の岩のことよ。岩そのものが信仰の対象になることも珍しくないよね。おぉ。なんか他ある？か？あ、なんかだ、今。首のない仏像が地面に埋まっている。気味が悪いわね。ここで何があったというのかしら。あらだ、調べれる箇所はこんなところか。やはり気になるのは仏像ね。なんで神社の境内に首のない仏像があるのかしら。それは、ご一新の時に発布された神仏判然令によるものでしょう。それまでは神と仏を混交し、共に祀っている神社も多くありました。この栄一神社もその一つでございます。しかし、明治の、おいおい、絶対違う。五世となり、国家神道の考えが生じると、神と仏の信仰は語れました。その際に、過激な、使徒の党やもんね。党は、神社にあった仏像を持ち去り、こぼったのです。こぼるという感じだよね。有名な廃仏。こぼしゃく。わからんでね、その現場となったのがここなの？いえ、仏像の破壊自体は見せしめとして、人目のつく場所で行われました。この境内は壊された仏像が運ばれ、供養された場所でございます。当時の九条家のご当主が心を痛め、職に行ったと聞いております。栄一氏とその周辺で壊された仏像がここに埋められたそうです。そいつはおかしいな。供養されたにしては、随分と地面が荒れているようだ。ご敬願でございます、兄様。実はその後、境内が掘り起こされ、仏像が盗まれたのでございます。こんな時間の奥からわざわざ壊れた仏像を持ち運び去ったのか？誰がそんな物好きな真似をしたんだ？それはわかりません。ただ盗まれたのは50年ほど前、関の戦争の頃と聞いております。仏像は壊されて捨てられ。仏像は壊されて捨てられて掘り起こされたわけよね。仏像、仏の勘を三度までと言うけど、それじゃ、仏様のお怒りも当然だわ。果たして、その怒りがたたりとなり、怪異や印を生み出したのだろうか。メリー、肝心の霊的な気配とやらだが何か感じられたか？それなのですが、この地は私の想像以上にまがましき場所でございます。怪異の気配も樹海の邪気に飲まれ、ほとんど感じ取れません。量はノイズが多いということか。はい、ただ、クリスティ様の印と同じ気配をかすかに感じておりました。印を刻んだ怪異が樹海のあたりにいるのは間違いありません。すでに分かっていることを改めて確認できただけか。ご期待に応えられず申し訳ございません。謝らなくていいわ、メリーさん。ここに来た価値は十分にあったもの。どういう意味だ？帰り道でおいおい話すわ。それより早くここを離れましょう。なんだか気分が悪いわ。メリーさんの言う邪気のせいかしら。大丈夫？うまい、なんだ、びっくりした。なんもなさそうやね。ね。これなんかあんじゃね？栄一神社を出ると、樹海の入り口を目指して荒れ果てた獣の道を歩き始める。メリーに妙な話を聞いたせいだろうか。木々の向こうに広がる闇の中から誰かの視線を感じたような気がした。マジか。あ、これ車乗った音かな。おそらくな。ですね。
たね。ドライブ。樹海を出ると九条間へと車を走らせる。うっそうとした車、森を抜けると建物の明かりがちらほらと見えてきた。正直、無駄足だったよな。緊張が緩んだせいかつい思ったことを口にしてしまう。あら、そんなことないわよ。私の中には全てが繋がったもの。こちらが聞いてもいないのに、クリスティが熱っぽく語り始めた。やっぱり、森の染み男の手帳は正しかったのよ。樹海で起きてる大気現象の原因は H 神社で間違いないわ。きっと盗まれた仏像のたたりのせいよ。あなたもそう思うでしょ？どうだろうな。ことの正誤を判断するには、まだ情報が不足している気がする。ただあの樹海で起きておかしなことが起きやすいのは事実だ。自殺者が多いのもそうだし、森の染み男が徘徊していたのもそうだ。果たして偶然なのか？神社のことをもっと調べれば、印のこともわかると思うのよね。命がけで怪異を探すより、よっぽど安全だと思うけど、そう思わない？そうかもな。なんだこの沈黙は。こちらが生返事ばかりなので、クリスティは不満そうに言ってます。気まずい沈黙が続く。それはしょうがない、しょうがない。竜様、車は止めてくださいませ。今まで黙っていたメリーが、唐突に声を上げた。いきなりどうした？クリスティ様の印と同じ気配を近くに感じます。ん？近くに感じる？メリー連れてきてよかったね。それは。メリーの誘導に従い、H 市の外れにあるドライブイン跡に車を止めた。メリーを残してクリスティと共に車を降りる。何だとした？うおぉ、なんか進行してるな。焼けるような痛みを感じる。近くに何かがいるのか？見て、あそこに誰かいるわ。え、誰？どこ？え、どこ？あ、なんか怖いらしい。電話ボックスの中から少女が出てきた。なぜこんな時間に子供が？お兄ちゃん、夜遅くまでありがとうございます。上でくちゃらひはねやみと、くちゃらやってる。お話ができました。そうかい、よかったね。キモキモってなった。近くの陰から姿を現したのは、まるまると声出す青年だ。すずちゃん、質問には答えてもらえた？こんな感じかな。まあ、大丈夫です。でも、くちゃらはねやみってすごいですよね。探し物のことな、ことを何でも知ってるなんて。そうだね。僕が落としたラバンドヒーローの限定セラップもそれで見つかったし。ラバンドヒーローってあれ知らないんだ。今ブレイク中の HC のことをちゃいでるさ。バラエティ番組や CM にもいっぱい出てると思うけどね。私のうちテレビ禁止なんです。ママがバカになるから見ちゃダメだって。それ偏見。それめっちゃ偏見やね。あ、お兄ちゃん、朝の時間そろそろじゃ。もっと最終便が来ちゃうね。行こうか、すずちゃん。夜に外出したこと、家の人にバレたら大変だしさ。はい。物陰からしばらく眺めていたが、あの二人がどういう関係になるかわからない。そしていつの間にか、腕の痛みは引いていた。なあ、クリスティ。お前はどうも。横を見るとクリスティがいない。え？ちょっとあなた、その娘とどういう関係なの？ことの次第によっては、未成年者、略州で通報するわよ。そういう問題？いつの間にやらクリスティは男を責め立てていた。おい、クリスティ、落ち着け。不信感をあらわにした彼女を眺める。僕は、男の方はというと、緊張しているのか舌が回っていない。ちょっとおばさん。お兄ちゃんをいじめないで。少女が男の前に立ちふさがり、クリスティの自分を睨みつける。後ろでうろたえる男より、よほどしっかりしているように見える。私がお兄ちゃんに頼んだんです。チャラハナ嫁とお話ししたいから、
ついてきてほしいって。さっきから何度もで、何度か出ている、そのクチャラ花嫁というのは探し物のある場所を教えてくれる幽霊です。この電話ボックス、クチャラ花嫁と話ができるっていう噂があるから。幽霊ね。クリスティがこちらを見る。考えていることは同じだろう。先ほどの印の痛みといい、もしかすると、君らはシリアスな顔をしてるけど、どうかしてるかい？男がおどおどしながらこちらを見ている。君らはこういう形の技を、技に、あ、ごめん。君らはこういう形の技に見覚えはないか？右腕の印を二人の眼前に突きつけた。おいおい、どういうこと？それって僕のこいつと一緒じゃないか。男が手袋を外すと、そこに印が刻まれていた。最近噂になってる呪いの技だよね。月刊オーパーツにも広告出てたっけ。こんな技で、記憶障害とか死ぬとか信じられないけどさ。あ、マジだったりするのかい？この男、朝の噂を知っているが放置していたようだ。だがそれも当然の反応かもしれない。記憶障害が顕著になるまでなかなか信じられるものではない。それ、私にもあります。さっき電話してたら急に左の手首が熱くなって。少女が左腕の裾をめくると、そこにも印があった。クチャラ花嫁に電話をかけた腕には印を刻まれている。偶然とは考えにくい。放っておくわけにもいかないわね。薬剤来てもらうことにしましょう。だね。男と少女に事情を伝え、苦情感まで来てもらうことにした。納得は、説得は難しいと思ったが、意外と素直に従ってくれた。自分たちと話しているうちに、最終便のバスを逃したせいもあるだろう。二人が車に乗る前、ネリーには、薬剤戻るまで黙っておくよう頼んだ。騒がれると厄介だ。確かにな。うわぁ人形が喋ったってめっちゃ言いそうだよな、あの男。少女の方は血も吸われてるみたいだから、キャッって なるぐらいのことを、ね。まずは互いに自己紹介を行った。男の名前は中松エイタ。少女の名前は森宮すず。二人は月刊オパーツの読者投稿欄で知り合ったらしい。こちら花嫁にも興味を持つすずに、エイタが相談に乗ってやったそうだ。そしてスズがエイタにしていがんで、噂の電話をつけ行くことになった。こんな時間になってしまった理由は、スズの家庭の事情だ。昼間は母親の監視の目が厳しく、無断外出できないらしい。それで母親が眠った後、こっそり家を抜け出して今にいた。こちら花嫁、私の学校では、花彦くんと同じくらい有名なんですよ。ほら、エイタお兄ちゃん。おじさんとクリスティさんに例の噂話してあげて。仕方ないな、わかったよ。スズに頼まれ、エイタがボソボソと話し始める。お、来るか？これ、電子掲示板で読んだ噂なんだけどさ。お、なんだ？大好き。チャラ花嫁。クチャラってな、どういうの意味ないの？なあ、あの話覚えてるか？ほら、H 市にある例の公衆電話のクチャラ花嫁の話だよ。花嫁姿に幽霊がさ、探し物のありかを教えてくれるってやつ。俺の友達が実際に試してみたんだ。そいつが幽霊と話せるっていう電話ボックスの中にいると、すぐに公衆電話のベルが鳴ったんだ。それでな、恐る恐る受話器を取ってみると、くちゃくちゃくちゃって変な音がな、ずっと聞こえてくるんだ。で、気味悪いの我慢して待ってたら、あなた、見たの？ぼそっとした、あ、ぼそっとな。ぼそっとやな、みたいな、そんな感じだ。女の声が来て、聞こえてきたんだ、聞こえたんだ。
そこでそいつは噂の通り見てないって答えた。するとな、女は言ったんだ。何が見たいの？こんな感じかな。そいつはいなくなった。飼い猫の居場所を聞いたんだ。で、女の教えてくれた場所を探したら、本当に見つかっただとさ。つまり噂はマジってこと。俺も早速、将来の恋人の居場所を聞きに行くつもりなんだけどさ。なあ、お前も一緒にどう？軽いな、ノリ。で、それでな、行方不明になってな。失踪だね。大変なやつは。そんな気するわ。くちゃくちゃ言うからくちゃら花嫁なんだな。よっと。車から運び出したミリーを元のソファーの上に座らせた。ありがとうございます。竜様の腕の中も悪くありませんが、この場所が一番落ち着きますね。悪くない？そう？そう？じゃあもっとね、こらお人形さんが本当に喋った。こいつはびっくりだね。じゃあさっきの印の話もマジってことなのかな？帰り道、すすとエイタにはすでにあらかたの事情を説明してある。完全に信じているかどうかはともかく、頭からしている様子はない。特にエイタは記憶の欠落に心当たりがあるらしい。最近アニメキャラや声優の名前がすぐに出てこないとかなんだ。聞いててクリスティは呆れ顔だってか、本人には深刻な問題になるだろう。そんな呆れ顔さ、したんだよ。俺だってアニメ見たぞよ。スズはクチャラ花嫁の話を信じて、家から抜け出したくらいだ。もともと心霊現象は信じやすい性格らしい。二人とも印から逃れるために協力してくれるそうだ。もちろんクチャラ花嫁への好奇心もあるようだが。さて皆様、よろしいでしょうか。エイト様とスズ様に印を刻んだ回、それはクチャラ花嫁と考えられます。そしてクリスティ様、あなた様の印から感じる気配は、お二方のものと同一。あなた様に印を刻んだ怪異も、クチャラ花嫁に間違いはありません。どこかで会った記憶はございませんか？もしかして、あれのせいかしら。あの日、次回に入る前のことなんだけど、TO さん休憩所の電話ボックスに行ったのよ。そうしたらいきなり電話が鳴って、それのせいかもしれません。あの休憩所の電話ボックスもクチャラ花嫁の噂があるんです。でも電話には出てないわよ。気持ち悪いから逃げちゃったもの。これであの人に最後の電話をかけられなかったわ。あの人って誰ですか？奥様にはまだ早い話よ。はい。そういう電話ボックスは他にもあるのか？確か、クチャラ花嫁から電話のかかってくる電話ボックスは3つあります。私とお兄ちゃんがいた A 街道駐車場もその2つです。残りはクリスティさんが行った TO さん休憩所と、もう1つはどこでしたっけ？エイタお兄ちゃん。T ランチ公園にある電話ボックスだね。他のと違って、これだけ街中にあるんだ。だがどうして3つの電話ボックスだけなんだ？さあね、掲示板には書いてなかったよ。おじさん、本当にクチャラ花嫁が印を刻んだ犯人なんでしょうか？違う、いやもう、もちろんそうだ。でもクチャラ花嫁の噂って、5年くらい前からありますけど、で、生まれてた人に印が刻まれるなんて話はないんですよ。すずちゃんの言う通りだよ。そもそも印の噂が出始めたのはつい最近だしさ。それってつまり、クチャラ花嫁は少し前から印を刻むようになったということ？それが事実なら何かきっかけがあったのだろうか。とはいえ、怪異の事情など推測しようにもないが。幽霊が探し物の何かを教えてくれるなんて変な話よね。いかにも回覧という感じだがな。ねえ、リュウさん。もしその噂が本当だったらだけど、H 神社から盗まれた仏像のあるありかは聞いてみるのはどうかしら。
見つけて供養すれば私たち助かるかもしれないわよ。仏像の探索か。クリスティが正しければ怪異と戦わずに印から逃れられるかもしれない。メリー、どう思う？そうでございますね。とにかく人の姿をした者には不可思議な力が宿りやすいものです。血を流す石像や呪いの藁人形など、類例には事を欠けません。歴史を重ねた神仏の像なら、なおさらのことでございましょう。こちら花嫁に聞いてみる価値はあるかと存じます。目の前に不可思議な力で喋っている人形が実在している。なら不可思議な力でたたりを起こす仏像があってもおかしくはないだろう。龍様、よろしいでしょうか。前に一度 ご説明しましたが、あなたの印は、他の皆様のものと少々異なります。怪異の消滅が印の力を弱めているようでございます。死を宣告されてから、すでに数日が経っているものの、未だに生きながらえているのはそのおかげなのだろう。それがどうかしたのか。私の力では、あなた様の印とおくちらがない目の因果はわかりませんが、怪異の追跡があなた様にとって意味があることは確かです。どうか今夜も印人の皆様を導いていただけますか。クリスティやエーダだけで怪異を相手にできるとは思えない。奴らが失敗したら子供が一人死ぬことになる。さすがにそれはみんな寝覚めが悪い。乗りかかった船だ。なんとかしよう。ありがとうございます。メリーがかすかに頭を下げた。ではクチャラ花嫁について調べることにいたしましょう。ビーチ市にある3つの公衆電話にしか電話がかかってこない理由、そこに怪異の秘密があるのかもしれませんね。すでに行った映画の駐車場以外の2つ、よろしくお願いいたします。 T 予算休憩所と T 団地公園の調査をよろしくお願いします。ハイファイルに新しい情報を追加した。こちら花嫁の噂、あ、他かな、ね、ってことでね、今回はこの辺で終わらせていただきます。次回ね、この先どちらか行くことになるんよね。ご視聴ね、ありがとうございました。アデュー、アデュー、スクッパイスサラバ。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。他にもゲームタイトル五巡縛り、ツイッターの方では様々なことを企画の人たちでやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところにアーからオーまでのパート1の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル五巡縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。ではさらば。